いや本当膝ガーンったんですけど、ね、音がすごい落ちる、馬乗る前から落ちると。え、見たい。楽作何あれ、手使うでしょ。今ちょっとジョッキーさんたちが蔵を用意してますね。気合入ってます。全然すぎる。じゃあみんなで前協力して頑張って協力して頑張って、ハイさんに1球。マイさんが今から検量へ向かいます。検量へ向かいます。そのまま頑張ろうね、これからね。頑張らないと。あのリポーターダメですね。これから大変だもんね。だってさ、フェブラリーステークスの予想とかめっちゃ外しとるしさ。それですか。はい、自分でこう好きな画像を選んで、あ、なんか今回これがいいなっていう感じで、復帰する前はなんかもうとにかくなんか勝負でなんかもう全然女性らしさなんて捨ててたので、でも今は本当なんか、うん、母親でありながら女性でもありながらまた騎士でもあるので、なんか、そこはなんか、きちっとしたいなと、でも自分のなんかテンションも上がります、綺麗にしてると。はい、誰の影響ですか。ひとみさんです。めっちゃ可愛いですね。顔が4040。ひとみさんが4040なんで、私は4040。以上、草案前の様子を鈴木舞がお伝えしました。レディースビクトリーラウンド佐賀第一戦、枠入りは終わりました。スタートを切りました。まずまず揃った飛び出しです。先行集団からは8番のモデストと2番イチザラブです。流れを作るのはどっちの方でしょうか。9番ビッグダディが3番で、その後には5番白雄マックス、そして1番フットステップ。後方集団から10番カシノリクノーと3番マイガーディアン、そしてちょっと間があって後ろ3頭は7番のダダッコ、4番レイブラッド、そして6番カシノポップです。第2コーナーのカーブです。逃げているのは8番モデスト、宮下ひとみ1馬身半のリード、いや2番イチザラブ、逃げているのは2番イチザラブの方で、別府前で1馬身ちょっとのリード、そして8番モデスト、宮下ひとみです。外は9番ビッグダディ、内には1番フットステップ、そして5番白雄マックス、10番カシノリクの方が大外でその後です。6番カシノポップ、下村類が位置を上げ始めています。そして7番ダダッコに3番マイガーディアン、現在単独10投目4番レイブラッド、木の前葵は10番手、先頭から9番手まで6馬身差の圏内。4コーナーのカーブへ、別府舞と宮下ひとみ、2番イズザラブ、そして8番のモデスト、しかし外には10番カシノリクノーと6番カシノポップ、下村類も追い込んできました。横に大きく広がった、あと 200m、 一体誰が勝つんでしょうか。2番イズザラブが残すんでしょうか、それとも8番のモデストの方でしょうか。外から10番のカシノリクノーだ、抜け出したのは8番モデスト1着、2番イズザラブ2着、10番カシノリクノーが3着でした。
ありがとう。ありがとうございました。はい、どうも。難しい、これは難しい。さすが、お見事ですよ。やられた。いや、馬が強いです。馬が強いです。なんかレース展開的にもなんかこう先生が2番が行くので、もうそれにただこう無理せずについていってって言われたので、はい、もう舞ちゃんが行ってくれたので舞ちゃんに合わせて、はい、なってました。いやでも舞ちゃんの良かったので、手を答えもう私をなんかずっとふわふわしながら走ってたので、いいのかなとか思いながら、でも最後気合い入れたらまだちょっと外から多分馬来てくれたので、それが良かったと思います。はい、それじゃなかったら多分、はい、動いてなかったと思います。はい、さすがですね。やられました。あ、そっか、ヘルメットやらなきゃいけないんだ。今頑張ってくれたんですけど、ダメです。ちょっと2戦目に頑張ります。なんか外が行けば別に行かなくてもいいって言われてたんですけど、まあ早かったんで、いやもうね、1コーナーから分かってました。マークされて、されてるから、あとはもうどんだけ粘ってくれるかなと思ったんですけど、お見事でした。次は負けません。応援してくれてるけど、応援しに来てくれたけど、なかなかいいところが見せれませんね。せっかくね、競馬見れるチャンスなのに。楽しそうだったけど。あ、楽しそうでしょ。次ですからね。次2倍ですからね。最後だけ。最後だけですよね。次ですね、本当。でも本当にいい戦いだと思います。自分もすごい楽しみです。最終戦が。高知では負けませんよ、ひとみさん。はい、私も負けないですよ。デブマイちゃんだけには絶対負けたくないので買いますよ。枠入りは終わりまして、スタートを切りました。一瞬遅れてしまったのは8番大名ライナーでした。先行集団から1番ゴールドパールが逃げるようです。そして9番ミスターベア、後ろ2番ガルトマンは3番手のうち、外4番シュクレビジュー、前から5投目10番ティーハウス、あと半分から6番ムーンパスラブ、その後には3番カシノタロンと5番モリデンマンボ、外7番トークブケパロス。一頭大きく離れて8番大名ライナー、大名ライナー10番手、先導から10馬身以上の差、向こう正面に入ります。1番ゴールドパール1馬身のリード、そして9番ミスターベアは別府前、外は4番シュクレビジューです。前から4頭目10番ティーハウス、その後が2番ガルトマン宮下瞳です。並びかけるのは6番ムーンパスラブ木の前葵、そして7番トークブケパロス、ここは中段以下後方集団、5番モリデンマンボ、3番カシノタローン、そして8番大名ライナー下村類はまだ単独10番手、現在先頭からおよそ9馬身の差。4コーナーのカーブへ、1番ゴールドパール体半分のリード、じんわり詰め寄る9番ミスターベアです。ミスターベアが並んで抜いたか、そして10番ティーハウスが3番手、4コーナーのカーブ、6番ムーンパスラブ4番手で、2番ガルトマンは5番手の一角まで下がりました。残り 150m、 9番ミスターベアが先頭だ、3馬身のリード、10番ティーハウスが単独2投目にあったようだ、あとは3着から再開、いや2着から再開、9番ミスターベア1着、2着は6番ムーンパスラブ、そのうちは2番ガルトマンです。
ございます。おめでとうございます。かっこいい。どうじゃハマないの方が。そうですね。あの会場のこと。はい。会場が結構ですけどさ。全然。言ってるのが気合い入れていける。すいませんでした。いや地元の方から。あ、本当。地元のジョッキーが言ってくれたからよかった。まゆゆこれでいいでしょうか。はい。上出来です。でも本当最終戦ポイント2倍なんで。はい、怖かったです。最後まで本当に3コーナー回る時の手応えがちょっと良すぎて。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ最後は舞ちゃんですね。いや、ありがとうございます。すいません。やっぱ美味しいとこ持ってかれますね。すいません。手応えが良かったんで、もうでもなんか大丈夫かなっていうぐらいの手応えはあったんで、だけどまあ初めてのルーマだから直線ね、追い出してからパタってこう止まるパターンもあるんで、ちょっとそれはあったんですけど、だけど最後までしっかりね伸びてくれたんで、ちょっと狙えるところにいたので、はい、でも最後やっぱり美味しいとこはまいちゃんに戻ってきますね。いつもレディースは本当に良くないので、本当に良くないです。なので本当にこうね、人数は4人と少ないんですけど、その中でもそうですね、こう上の方で戦えたのは良かったかなと思います。でも本当怪我がなかったのが一番かなと。はい、次こそはまいちゃんいないですけど、まいちゃんやっつけます。はい、なんとか最後のレースで2着に来て、それポイント倍だったんですか。ポイント倍に助けられました。はい、良かったです。また頑張ります。目指して頑張ります。